皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今日の動画は垢抜け眉に仕上がる最新の眉の整え方を紹介します。最近のトレンドはナチュラル志向のため、自眉を活かして少しいじったぐらいに整えるのが今っぽく垢抜けます。動画内でポイントをいくつかお伝えしていきます。動画を見ながらぜひご一緒に眉毛を整えていきましょう。それでは動画を始めます。スタート。眉を整える前にガイドラインを描いていきます。ガイドラインがない状態でカットをするとちょっと切りすぎてしまったりとか、左右アンバランスになってしまったり、そういった失敗が考えられるので、先にガイドラインを描いていきます。ガイドラインは理想の眉を描いていきます。無理に形を変えたりせずに、あくまでも自眉を生かした形を決めていきます。最近だと平行とアーチ眉を組み合わせた平行アーチ眉に仕上げると今っぽく見えます。それではまず眉毛の毛流れを整えます。眉頭の位置ですが、目頭の延長線上、小鼻の溝の延長線上の間のどこかにあるといいです。目と目の間が目の横幅1個分よりも広い人は遠心顔です。そのため小鼻の延長線上に眉頭を作るといいです。目の横幅よりも目の間が狭い人は球心顔です。目頭の延長線上付近に眉頭を作るといいです。私は離れ目だから眉頭は小鼻の溝の延長線上にし、眉間を狭くします。目印を打ちます。眉尻の位置は小鼻と目尻を結んだ延長線上が理想です。骨格が際立って美人顔に見えます。若々しく幼く見せたい人は口角と目尻を結んだ延長線上に仕上げるといいです。私は基本の眉尻の位置、小鼻と目尻を結んだところに目印を打ちます。一番高くなる眉山は全体の3分の2の場所にあると綺麗です。眉頭よりも1ミリから2ミリほど高さをつけるといいです。眉頭と眉山、高低差が大きいと角度がつり上がってしまい昔っぽい眉に見えます。だけど高低差が少なすぎるとのっぺりと立体感がない眉に見えるため、このようにある程度高低差をつけた方が綺麗な眉に見えます。はい、位置が決まったので形を整えていきます。上のラインは眉頭から眉山まで直線でつなげます。反対側も同様につなげていきます。今度は下のラインです。上のラインと平行になるように眉頭から眉山まで直線でつなげます。左右同時進行で描き進めると左右対称に仕上げやすくなります。平行なんだけど眉山に向かって徐々に細くすると少し角度がついてお顔に立体感が生まれます。で、眉の太さは目の縦幅のだいたい3分の2を目安に太さを決めると目とのバランスがとても良くなります。そして眉山から眉尻に向かってアーチ眉なので少しね、こう丸みを意識してつなげていきます。下のラインも丸みを意識しながら眉尻に向かって細くなるように描くといいです。描き終えたら全体のバランスを見て左右一緒になっているか確認していきます。お顔全体が映る鏡で左右のバランスを見ながら最終的に調整を行うといいです。はい、このようにガイドラインが完成しました。ガイドラインからはみ出た毛をハサミを使ってカットしていきます。眉毛は1本切り落とすだけでかなり印象が変わるので、ハサミを使って慎重に1本ずつカットします。まずは上のラインから整えていきます。眉毛の毛流れとは逆方向からハサミの刃を入れると眉毛の根元からカットすることができます。このように上のラインを整えました。眉毛は流行があって太くなったり細くなったりします。毛抜きを使って抜いてしまうと流行が変わった時に生えてほしいところに毛が生えてきてくれないとか、そういうトラブルがあるので、眉付近は毛抜きを使わないことをおすすめします。眉毛から離れているこういったところの産毛であれば毛抜きでも大丈夫です。続いて下のラインをカットしていきます。最近
近だと芸能人の方もすごく多いんですが、あえてこの下のラインの産毛を残すことで作り込んでいないナチュラルさを演出している方が多いです。で、明らかにムダ毛だなっていうところをカットしていきます。今度は長さを調整します。ガイドラインからはみ出た長い毛をカットします。先ほどまでは根元をカットしていたんですが、今度は毛先をカットして長さを整えるイメージです。フォームを準備していただいて、今度は長さを調整し立体感を作っていきます。で、眉毛をよく観察していただくと、眉頭は下から上に、眉中は下から上と上から下、眉山から眉尻は上から下に生えています。この毛流れに沿ってコームを溶かしていきます。コームは皮膚と垂直に当てます。この時寝かしてしまうと眉毛が短くカットされてしまいます。そのため肌に対して垂直で溶かします。ここのガイドラインありますよね。ここまでスーッと溶かしてストップさせます。で、このはみ出た毛をカットしていきます。同じように眉中も下から上に動かし、ガイドラインからはみ出た毛をカットします。眉中はもう一度、今度は上から下に動かし、ガイドラインからはみ出た毛をカットします。眉山から眉尻は上から下に動かします。はい、カットが終えたので、ちょっと一旦ガイドラインを取っていきましょう。毛量が多い方は少なく見せるために短くカットされる方もお見えになるんですが、そうするとやっぱり立体感がなくなってしまうので、毛をかき分け根元から1本ずつ間引くのがおすすめです。このように毛量を調整してみてください。はい、このように整えることができました。定期的に眉毛を整えると朝のお支度がすごく楽になります。もう自眉をね、なぞるだけで仕上がるので本当に楽。眉頭は淡い色、眉中は中間のブラウン、眉尻は濃いブラウンを使ってなぞっていきます。スクリューブラシでなじませて、そして毛が足りなかったところをペンシルを使って1本ずつ増やす気持ちで毛流れに沿って描き足します。最後、眉マスカラを使って髪色と同じ色にチェンジしていきます。自眉を生かした平行アーチ眉で立体感のある自然な眉に仕上がります。はい、このように垢抜け眉が完成します。ぜひ参考に眉を整えてみてください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録、そしてインスタ、ツイッターのフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。